写真拡大。全3枚。U18W 杯2次リーグ、7日、日本一の4号州。機長はやい韓国、釜山郊外の木張で2次リーグ最終戦が行われた。高校日本代表はオーストラリアに1対4で敗れ、5位で大会を終えて4大会ぶりにメダルを逃した。今週のドラフト1位指名候補、佐々木朗望、大船渡3年、奥川京信、星稜3年両投手は出番なし。共に悔しさを口にし、プロのステージでの雪辱を見せた。8日の決勝では大会5連覇を狙う米国と台湾が対戦する。3発の3安打で1得点に終わり、守りでも前日に続いて失策が失点につながった。初の世界一を目標に臨んだ大会はメダルに届かず5位で終戦。佐々木は、残念です。もう少しチームに貢献できたらと唇を噛んだ。前日の韓国戦では大会前に右手中指にできたチンマメを再発させ、1回に19球を投げただけで降板。一夜明けたこの日は指に絆創膏を貼り、ベンチからの声出しなどサポート役に徹した。1-4-9回に1-1、2塁とチャンスを作ると、5日のカナダ戦で7回18奪三振と快投を見せた奥川がブルペンで準備を始めた。気になるのは2人の今後だが、まず試合直後に奥川がプロ志望を表明した。小さい頃からの夢。そこを目指して野球をやっているし、行きたい気持ちはある。帰国後に両親や星稜、林監督らと話し合うが、視線は次を見据えていた。佐々木は、帰ってから決めたい。後になると思うと、この日は明言を避けた。一方で、切磋琢磨し合える関係になれたらと、プロ志望を表明した奥川への意識も口にした。関係者によると、帰国後に学校側や母、陽子さんと希望進路を確認する場を設け、進路表明の記者会見を開く予定。時期は9月下旬から10月初旬になる見通しで、そこでプロ志望を明らかにするとみられる。これからにつながる経験ができたと佐々木。未来を担う若き侍が、次のステージへ羽ばたく。須藤貴弘、プロ志望届。プロ野球球団に入団を希望する高校生は日本高等学校野球連盟、大学生は全日本大学野球連盟に提出しなければならず、未提出だとドラフト会議で指名を受けられない。NPB、国内独立リーグ、米大リーグのほか女子プロ野球も含まれる。今年の高校生の提出期間は、夏の甲子園終了翌日の8月23日から10月3日まで。ドラフト会議は同17日に開催される。